いよーれーと。はい、皆さんこんにちは、田中翔です。田中ってことで、今日はですね、皆さん今をときめく女優さんっていますよね。俺が最近好きな女優さんはですね、吉岡里帆さんでございます。今一番結構有名でね、伸び盛りな女優さんだと思うんですけども、それすごい上から目線、すごい上から目線だこれは。今ドラマとかたくさん出てて、今一番テレビで活躍してる女優さんって言ったら、まあ吉岡里帆さんだと思うんですよね。俺は個人的な意見だけど、である日ね、吉岡里帆さんのインスタ見てたんですよ。インスタ見てたら、あれ、メッセージを送れる機能を許可してるぞ。普通の女優さんのインスタのアカウントってメッセージが送れないようになってるんですよ。しかしね、吉岡里帆さんのインスタこうなってるんですよ。バン、見て。いや、これもうメッセージいけちゃうやん。他の女優の人だとこういったこのメッセージを送るマークがないんですけども、これね、吉岡里帆のやつにメッセージを送れちゃうんですよ。ってことで、今日はですね、このメッセージ機能を本当にね、吉岡里帆さんに思いが届くのかということで、今回は吉岡里帆さんにメッセージを送ってみたいと思います。これでね、吉岡里帆さんから返信来ちゃったら、まあ、YouTuber で吉岡里帆さんと接触した人も俺だけっていう。これワンチャンあるかもしれないな、これ。だってさ、メッセージの機能をさ、オンにしてるってことは、もう向こうからこう、来て、なんて送ろう、緊張する。ってことで、メッセージ。こんな感じです。バン。こんにちは、吉岡里帆さん。応援してます。ドラマ、ごめん、愛してる。頑張ってください。YouTube の企画で、吉岡里帆さんにメッセージを返してもらえるか、という企画をしています。迷惑かとは思いますが、一言何かいただけたら嬉しいです。ということで、これをね、今から吉岡里帆さん本人にインスタのメッセージで送ってみます。ワンちゃんもしかしたら返事くれると。これはもう革命的、もうね、もう死ねる。緊張するな、これ。もうなんか返信来ないって分かっても緊張しちゃう。なんか、うわー、いきます。でんや、ちょっと緊張するな、これ。まあもちろんね、返信来ないと思いますが、しばらくこれで待ちたいと思います。ってことで、待ってみましょう。はい、というわけで、翌日になりました。24時間、もう多分ね、マジで言うと28時間経ちました。ということで、今から見ていきましょう。これ返信してたら嬉しい。ということで、結果皆さんにお知らせしたいと思います。吉岡里帆さんにメッセージを送った結果、こちらでございます。ドン。うん、まあそういう結果になれた思ったけど、これぞまさにごめん損してる。